えー、どうも、こんにちは、高木っちです。さあ、今日はですね、レベル上げ、めちゃくちゃすごいレベル上げ、これね、リスナーさんに教えてもらいました。こんな感じです、ドン !97、98、97、100! すごいね、このレベル上げ、これどれぐらいやったかって、1時間ぐらいかな ?1 時間ぐらいね、繰り返しやっただけで、こんなにレベルがめちゃくちゃ簡単に上がった。びっくりするよ、これ。うん。 まあ、何を相手にしたかというと、メタルスライム、え、じゃあメタルキングか。メタルキングね、うん、こっちの裏にはちょっといないのかないないね、今回。うん。まあ、今回、あのー、モンスターズって、前回の動画でも喋ったんですけど、メタキンのね、場所って、メタル系のモンスターの場所って固定なんですよね、位置が。うん。ねちょっと待ってくださいね。固定の場所でいるんですよ。 なので、その場所を回って回って回りまくるだけでメタキンを倒して、えレベルを上げていくっていう、すっごい簡単なんだけどね。ただ、ぶっちゃけ言うと、会える確率っていうのはそこまで高くないと思う。今までやってて。ま、10回中1回ぐらいあったらいいのかなっていうレベルですね。そこまで、ま、たまたま僕は運が悪いのか、どうかなんですけども、そこまでね、ちょっとね、 運が悪いのかなかおっとやった出たはぐれメタルだったね。ここはぐれメタルとメタキンのポイントならしいですね。うん。で、まあ、セーブして。よいしょ。ここ。いや、うまいでも、あ元気玉使うの忘れてた。はぐれメタル3体でも結構うまいんだよね。逃げるよね。あ、2匹と OK。せめてね、2匹は倒したいとこだよね。 なだけな攻撃力が400ちょっとあれば倒せるのかな400ぐらいね疾風好きかなんかで攻撃すればいい,い,いみたいですけどね16万ってめちゃくちゃ上手くないすごいうまいよねで倒したら、えー、次のね現場に行くって感じですねこういうふうにファーンってファーンってで同じマップだと 同じマップだと切り替えないといけないみたいなんで、一旦そのマップ、例えば今、煉獄峠、魔界の上級いるので、そこの魔界の上級が、あ、いたああ、これはぐれメタルだった。今回もはぐれメタルだった。おいしょ。はい、っていうことになかったので、で、一回この魔界のやつが終わったら違う、ロザリヒルの塔でもいいんだけど、 場所を変えますで今回この蜂蜜池ねここもリスナーさんに教えてもらってここもメタルキングのポイントがあるのでとにかくこの魔界を変えればいいっていう話を聞きましたねで実際メタルキングも結構合ってるのでここで OK だと思うとにかく場所魔界を変える場所を変えるフィールドを変えるといったところなんですかねこの左側にね いるんだけど、今回はちょっといなかったね。はい、ということでね、ご紹介をする前に、これだけはちょっとね、用意した方がいいものっていうのがあるんですよ。まあ、もちろん、経験値をね、アップする元気玉。うん、この元気玉を用意することっていうことと、はい、えー、経験値アップするね、アクセサリーね。うん、これね。この、ポップンロッド、もしくは、修練の印。 そしてもしくは修練のメダリオンといったようなね、ものがあります。これがね、あのー、甘味能の魔界の中級をクリアするともらえます。そしてこの修練の印が、このエクサリーナの B ランクをクリアするともらえます。そして修練のメダリオンがエクサリーナの S ランクをクリアするともらえます。 えー、各ね、効果はこんな感じになっております。はい、経験値がね、1.1倍、えー、修練念の証が1.3倍、えー、初年、ね、メダリオンが1.5倍となっております。で、アクセを、じゃあ全員につけたらそのプラスされるのっていうことなんですけど、これ重複しないみたいですね。 こういう風に、えー、ポップンロッドを装備して、修練の印を装備して、えー、パーティー一緒に入れても、これが2.4倍なのかな ?2.4 倍にはならないっていうことです。要は、えー、一番ね、その中で効果が高いものが反映されるみたいです。なので、この場合が、修練の、えー、ま、あの、証かなこの修練の証の効果1.3倍が適用されるみたいなので、えー、そこだけね、ちょっと気をつけてください。まあ、なので、これは別に装備しなくていいよね。うん。 この,証この経験値アップの証とかね、えー、メダル、メダリオンだとか、ポップノットを用意して、えー、挑んでください。そして場所なんですけども、まずですね、煉獄峠、この煉獄峠の上級の、この竜詰広場なのかな竜僧広場なのかなこちらにね、行きます。竜僧広場。さあ、竜僧広場の、えー、マップはこんな感じになっております。ドン。まあ、リスナーさんに教えてもらったんですけど、今ね、印が売ってあるところ。 これがメタルキングの、えー、場所が、えー、出るところになっております。はい、えー。そこのちらの場所にね、回っていきます。はい。なので、ね、まず流走広場でいいのかな流層広場。ここまっすぐ行ってもらって、えー、木の横を通って、よいしょ。で、橋を渡ります。ちょっとこうね、モンスターに当たらないようにちょっと気をつけてください。モンスターに当たらないようにね。 で,いしょで、この骨の部分っていうか出っ張りの部分をいってもらってはい、この下ねまずこの下がポイントになっております、まあ、今回ちょっといなかったねで続いて採掘現場に行きます採掘現場に着いたら後ろに向いてもらってこの崖を降りてきます崖っていうのかな、うん、降りてきますいしょでここで まあ先ほどね、はぐらめたで出たじゃないですか。あそこの部分にいるはずなんですがね、いなかったですね。なので次が南の小島となっております。南の小島に行きます。さあ、南の小島に行くと、こうまっすぐに歩いていただきまして、えっと、あそこの池かな池だね。あの、満塁ところの池。まあ、お分かりの通り、気づいた人、お分かりの通り、 ここね、冬じゃないといけないんですよ。なので季節のこを使うか、それともね、あの、冬の時に行くかということにしてください。うん。で、こう、いなかったら、蜂蜜池、甘味楼の中井の蜂蜜池に飛びます。さあ、蜂蜜池に着いたら、えー、すぐね、左手の方に、おいしょ。歩いてもらうと、 ここにメタルキングが多分ね、あの、オープニングの方に出したと思うんですけど、ここに出るんですよね。まあなので、今回ちょっといなかったので、よいしょ。またね、戻って煉獄峠の流走広場に行きます。これのずっと繰り返しですね。お、いた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 。はい、っていうことで言えば、まあ、これ冬じゃないので、あの、道具でちょっと使うしかないんですけどね、季節の粉。よいしょ。 まあ実際この季節のお金がない、これレアだからね、結構ね、ない人はね、まあここ省いてもいいけどね。よいしょ。はい、ってことで冬にしました。で、ここで気をつけてほしいのが、これね、はい、前回の動画でも言ったんですけど、このオートセーブオフにして、まずセーブね。セーブをしてもらって、で、後ろから当たるとできるだけ。この後ろから当たって冬をつきたいね、できれば。 あ、いいね。さあ、戦ってくれた。よーし。OK。はい、ってこと。あ、元気玉使うの忘れてました。一匹で、はい、34万。でかっ。すーごい、これはうまい。さあ、えー、出ました。だいたい10分ぐらいかな。いやー、よかった。初めてここで出た。 セーブして、ああ、キラマジが100になってんね。これ、もったいないなまあ、セーブして、はい、これね、次ね、しっかりキ玉使ってこうね。僕、使っちゃう使ったから、さっき、はぐれメタル出た時に使ったんで。さあ、メタルキン、ここ、初出場。おぉ、4匹ちょ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 これは全部倒したらできれば。よし、2匹。いったいったいった。うわ、逃げた。よし、3匹。いった。 これはうまいナイスさあ、破壊の瞳。これ一発でしょはい、ドン破壊の瞳強い !140 万うーわうんまこれ一気に !69! すごーこれはうまい はい、ということでね、最強のレベル上げ爆誕ということで、はい、レベル上げね、まあちょっと上級まで行かないといけないんだけどね、これ、まあ、困った方はこれね、上級やってみてはいかがでしょうか。まあ他のフィールドでも、メタルキングのね、出るポイントはあると思うので、そのメタルキング出たポイントは覚えといて、そこをぐる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 回るって形でもいいと思うので、まあ一番はルーラが近いとこが一番いいんかな。まあなので、煉獄峠ここいいと思うよ。うん。ということでやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。